ではまずホームの藤枝真 FC のスタメンサブのメンバー予想フォーメーションで見ていきます。ゴールキーパーが内山圭、スリバック右から小笠原、川島、鈴木翔太です。ボランチが水野と鈴木純です。右に久保東次郎、ここまで7ゴール、左に榎本、ワントップ渡辺亮です。そしてツーシャドウが押谷と杉田となっています。対します鹿児島ユナイテッド FC のスタメンサブのメンバー予想フォーメーションで見ていきます。ゴールキーパーが白坂、ディフェンスは右から星、広瀬、砂森、薩川です。ダブルボランチが野岳と木村雄二、右に牛の浜、左に8ゴール上げている米沢、そしてワントップ、こちらも8ゴール上げている有田が今日はスタメンです。トップ下にはロメロフランクとなっています。落としたボール、ポーンと高く上がっています。上空風の影響はあまりないようにも見えます。サイドへ米沢、胸で落とす、シュート打った、決まった。立ち上がり1分少々で先制ゴール、鹿児島の米沢、痛烈な先制ゴールを浴びせました。これで米沢今シーズン9ゴール目。左へのロングボール、胸でトラップして左足を振り抜きました。まだ立ち上がり1分10秒少々という先制ゴールとなりました。鹿児島いきなり先制です。やはりこの鹿児島のディフェンスが効いています。押谷この位置、久保ドリブル行く、久保のクロス、セカンドボールは鈴木純、キーパー白坂がよく止めました。こぼれ球に鈴木純でしたが、キーパーの白坂、さあここで有田ですが冷静にボールを回そうとしますが、ここで取った、チャンスになる、有田がループシュート、キーパー触ったボールは止まりました。キーパー内山なんとか守りました。キーパーの位置を見てループシュート、しかしなんとか守ったという藤枝。中にいて杉潤がもらう、ここ奪われます、奪い返す、久保が中を見てクロスボール、シュートはディフェンスに当たって、もう一度決まった、水野、33分、藤枝追いつきました。ここで奪い返しました。そして久保が中をちらっと見てクロスボール、ダイレクトで打った水野、一度はディフェンスに当たりましたがもう一度シュート、これが決まりました。杉田が走る、ここは収めることはできませんでした。後ろから杉田が奪いました。鈴木純、久保へワタッチ、久保逆転、久保の2試合連続ゴール、42分、藤枝が勝ち越しに成功しました。杉田が奪って、鈴木純シュートもあるポジションですが、右に久保冷静に見えていました。久保が左足に持ち替えて左足のシュート決まりました。大卒ルーキーの久保が決めました。榎本、中央で受ける、杉田のシュート、左に外れました。右に久保、上がってくる小笠原、久保をミドル警戒する、守る、しかし久保が奪い返して渡辺、キーパー抑えた、なんとか抑えました白坂。米沢奪う、山本へ、キーパー飛び出す、キーパー防いだ、キーパー内山ファインセーブ。ディフェンス行く藤枝、ここで試合終了。藤枝真由志、クラブ記録更新の6連勝。
逆転で首位鹿児島を破りました。これで勝ち点で鹿児島に並びました。得失点で上回ります。